はい、どうも、こんにちは、これです。今回ですけども、ジンギスカンさんの、キラー放題博物館、いろんな動きの放題見放題。おしゃれやな、これ。放題見放題、言うてな。はぁ、厳選10パターン。結構面白そうなコースですね、これ。キラーの動き方が、いろいろ見られるというコース。で、クリアレスも一応3パーなんでね。髪の毛染めたんじゃん。いや、多分あれやと思うで。元ああいう色やったんや。黒染めしとったんちゃう？いや、ちゃうやろ。あぁ、うわ、見て。日本人やろ。すごい、私見て。こちら、見て。え？ほら。動き方すぐ見ほら。ああ、まあ確かにな。規則的な動き方する。これ、ここだ。動き方いろいろありますよっていう。10パターンありますよっていう。落ちてね、これ。おーおーおー、ああ、そういうことな。怖っ。2発しか撃てへんのかい。波打っとうけど。2発がマックスやん、あれ。ん？なこれ。おお、すげえな、確かに動き方は。あ、すぐすぐ、なこれ。でもまあ、第一、怖くはないわな。うん。このキラーの速いやつ使ってめっちゃおもろいだけどな。うん、バーンってくる。速度がめっちゃ速くなるっていう。初速が。あー、これも。あー、なんかぐるぐる回転してる。何やこの動き。あれやろ、チューチュートレイン風やろ、うん、これ。ザイル風？お、中間。おぉ、すげえすげえ。なんだこれ。うーわ、上行って。なんだこれ。え、あれ？あ。何やこれ。止まってん、あそこで。もう。謎の動きやん。でもこれで。すげえ、うおー、うん、まあそこはもうあれで終わりと。でこれ壁蹴ってさ、だいたいいけるんじゃん。まあ行ってまえやな、そのパターン的には。おい、なにこちら。すごい動きしとるわ。けがわからん動きやな。あ、これ中中トレインや、ほんまの。あ、ほんまのリアル中中トレインの。どうやってやるんだこれ。すげえな、でもすげえな、これどうやってやるの。回転さすって。うっ、あ、これ、あ、おぉ、それで終わり。もう動きなし。整列したらうまいこと、キキキッとね。あー、終わりか。よいしょー、でもAコースやったな。まあ、楽しめましたね。これ作るの時間かかったやろな。まあ時間かかったけど一緒やろ。うん、プレイするのは一瞬、でもそこの一瞬に全てをかけて、お作り。だから職人って言われとんねん、ほんまに。まあ全員職人って言われとんねん、コース職人やからな。ん？コース作った人イコール職人やからな。何とんねん。俺も職人やねん。 2個作ったやんか、俺もコース。あ、言い過ぎ。いや、言い過ぎでもなくて、ほんまに職人ってそういう意味やから、ね、コース職人でね。はがき職人と一緒、はがきを書いて出す。それで選ばれたらそれでもう認められると。なんか面白いな。ただピンクに返して、これまた今度じゃろ。次いきます。クリボー、ここを超えるってってことは俺の力が必要だな。あー、誰の力な、クリボー。いや、そうやろクリボーって言ったよ、俺。始めました。あ、呼んどけ、ちゃんと。すんません、ゆうまくん。やってみろ、お前、そう、お前。このコース。ゆうまくん、テンテレンでと、誰やったかな、名前出てこへんわ、あいつ。エヴァンスだろ？違うかな。お、これ。え？これ何パーやったん？ 3 パーぐらい。あ、さっきで、あ、さっきの感じでもう、ふわーっていくってこと。多分そうやろな。あー、惜しいな。これでなんか、踏めるってことやろ、たまに。フィッて。踏んでもう、いくってことやろ、あれ。おー！やったー！気持ちいいなー。あー、めっちゃ気持ちいいやん、これ。確かにな。なんか、ほんま行ってもだ、普通に。あー、こういうコースええな。一発でいけるからな。スッて感じで終わるもんな。3パーぐらいやったら結構行きやすいやろ。まさかな、行かれるとは。結構簡単やったな。終わってみれば結構簡単やったわ。俺の力も必要やったな。最初にしっかり失敗して見せといて。え、見せれてんねん、あんまり。いや、ゆうまくん誰かに似たやろ、あれ。あ、バーンズユキちゃう。バーンズユキで全然似てないな。うん、全くやろ。千秋レイシーかコータレイシーにどっちかやな、確か。似てへん。あー、千秋レイシーや。え、ここ行きますね。ではない、絶対コータやろ。ヒデ？ベストタイムクリアじゃん。え？ヒデじゃん、あれ、中田。全然似てへんやろ。中田ヒデには似てへんやろ。似てへん。あれじゃん、あれ、アイノリのヒデじゃん。あー、でも、若干見出してへんけどな。若干似てアイノリのヒデに。うん、顔には、顔に似てるかもしれへんけど。あ、誰やろな、でも、ほんまに。ヒデ黒いな。まあ、次行きますが、ジンギスカン&ショーボン&ウコン。卒業コラボ。キープウォーク。あー、まあ、卒業は、もうシーズンやから。あー、でも、すごいな、これ。桜とか斎藤で。ほんまやな。でな、まず、あ、卒業シーズンなんでね、学生の皆さんに向けてこれ、見てもらいたいなと思います。キープウォーク。あー、ギリギリ。え、これだって。おーおー、すげえ。すげえ、これ。花道やな、ほんまに。桜木やな。あ、卒って書いとう。おーおーおー。堂々と歩いていけと、卒業するし。堂々めぐりですね。え、油やだとったやん。いきなり結構なんかスピーディーになったやんけ。おー、乗るんか、そこで。う
うーわ。え？おー、すげえ、すげえ、すげえ。あれ使う？うん、やばいな。あーなってこうなってボーンやろ。あー、すげえ。あれやばいんじゃこれ。おー、そっち抜けるんやん。え？おー、すげえな。爆発させて。ええの作るな、やっぱ。行来るんじゃん。のぶろ。行。すげえ。ジュゲームすげえな、あれ。青ゲームと落としやん、これ。ほんまや。でれれれ続いてほしかったな。いやー、もうちょっと聞きたかったな。ゲバやっぱええな。うん、ゲバとは言わへんやろ。いや、俺ゲバって思ったで。学生時代、ほんまほんま。ああ、ゲバ歌いに行こうか、あえて。歌いに行こうか、次先生が、あ、次ゲバやから用意してーって。うん、絶対嘘。いや、ほんまほんまほんま。100% ない。なんでや、100% ない。ほんまや。ゲバやから先生が言い合わせない。いや、ほんまやで。青ゲバとそれじゃんほど。うん。どんな略しかないの。いや、青ゲバけ。じゃあ、嘘やで。全然ゲバならぬ。ゲバやんだから。略者なんか別にええんちゃうなんでも。いや、あかんやろ。学校ごとにちゃうやろ、そんな。学校ごとにちゃうけど、ゲバはないやろ、絶対。あ、おもしろそう。ゴツゴツ。宇宙人みたいなテルテル。テルテル？テルテル、なんか懐かしいな。なんかおったもんな、テルテル。3月9日アップデート、ボスバトル3本勝負。クッパジュニアバージョン。行きましょうか、これじゃあ。これ 24% なんでね、簡単なんでね。まあ、毎日最高か、これじゃあ。あ、これ鍵付きやん、しかも。そう、だから、アップデートしたやつで、作ったやつ。全員鍵元が倒していけってことや、多分これ。24% やったら 100% いくわ、俺。パティチケ。あ、どっち選べて書いてん。あー。下から行くっていうな。うわ絶対当たりやろ、これ。当たりやろな。絶対キノコか、これ。これ間違いなく勝てるやろ。てか、負ける未来は想像できへんもん、俺。踏んだ方が早いんじゃん。ほら。あ、6発で1発分やん。かな。キャナッキャナー。ちょ、お前。変なフェインドとかかけてくんなって。そう、危ないぞ。あれ？あー、ミスっとった。あーやな。弱いな。イエーイ。うわー。でも一個失ったか。もう中間？ありがたいね、中間は。ジュニアバージョン。またくれるこれ。あれ、次？あ。上気になるな。ピーか。何が入っとったの、上は。ピーって何？上ポープロックとか入ってめっちゃおもろいな。あ。ジュニア編やから、ジュニアだよ、多分これまた。あ、壁作れってことやん、これで。あれ、これまずいぞ。ピース値何の意味があんねん、おい。あかんわ。あれ終わった。あれ、そんな瞬間、もう潜り込んで終わりやろ。あー、ほらー、やってもだー。やったーやばい、ちゃうの。あ、それでかわせるんや。やばいんちゃいますのこれは。あ、やばいんじゃほんまこれ。ここで終わらんよな。終わりませんな。多分次終わるんじゃ。でも下上と人から次は俺が森。よしおった。お。これだ俺が森。あ、中間や。いや上やと思う。上や。あー残念ー下。いや上や。今も今回すごい上。上。よっしゃー。うわ来たー。下上か。あ、うん？2個あったぞ。これ変えられへんもんな。よしやがもう片方多分。あ、こいつ自分でこいつ弱いな。うーわすごい。バカでよかったー。あれほらよしやこいつバカでよかったどっちがよかったやな。これ終わりじゃない。まさかね。もう3本勝負が終わりやろ。わーおめでたいな。オッケー、おもろかった。でも終わってもだか。ボスに鍵持たせるってやっぱりな。でも雑魚に鍵持たせるっていうのもまたあれやな。まぁ、あ、ちょっと、おもろい。なんかクリボーがいっぱいおって、そのまま一人だけ持っとんみたいな。あー。おもろい。全員倒さな分からん。そう。鍵付きクリボーを探せっていうので、クリボーをめっちゃ大量に置いとって、制限時間内にクリボーを探さなあかんっていう。あー、むずいな。それ、あ、その子を作ろうかな、俺一回。あー、確かにむずいな。うん。それ、腰やらしたろうかな。あー、腰に。そう。ゲームズとコラボさせてもらおうかな、一回。あやっぱ最大手のゲームズとコラボして。最大手。やっぱ大手やろな、もう言ったら。有力やで、ケーキやで。桑田清原の名前ついたんやからな、あそこ。うん、3割打者。そう。まあやっぱね、ちょっと、鍵付きでちょっと、鍵付きクリボーを探せっていうコースを作ろう。で、その、作ったやつを KK ゲームズの方で遊ぶ編でね、
遊んでもらうというね、ちょっと。まあ、絶対クリアできるわな。いや、ちょっとコラボ依頼かけてみるわ。いや、メールでコラボしてもらえませんか、交渉して。そう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 、コラボしてもらえないですかみたいな。まあ、KK コンビやからな。ちょっと僕もあの売名させてもらおうかなと思いますね。あ、KK の中で。いやいや、それは売名大事や。KK ファンに。KK ファンに向けての売名やな。桑田清原ファンに向けての。そう。まあでも、まだこっから来るからな、KK は。結局、根強いから、KK って。うん。やっぱりな。はい、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。明日